んにちは、メイです。今回は港町を作りました。今見えているこの背景とこの港町をベースにしてアレンジした2つのパターンを用意いたしました。ここを変えると印象が違うなど詳しく説明しましたので、ぜひ最後まで見てくださると嬉しいです。それでは早速作業現場へどうぞ。Thank you.
かがだったでしょうか。西部の街並みや中世の街並みの色を変えるだけで印象がかなり違いましたよね。樽や西部の街並みが置いてある場所を少しアレンジするだけでもいろんな港町ができると思うので、自分の好きなアレンジをして楽しんでみてください。港町を作ってみたいなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。今回のおまけはさらなるお店のアレンジバージョンです。最後までご視聴ありがとうございました。またお会いいたしましょう。